日本代表が決勝トーナメント1回戦でバーレーン代表と対戦した。この試合板倉選手がスタメンに復帰し、12月に全治6週間と診断された三笘選手がベンチ入り、無事3対1のスコアでバーレーン代表に勝利し、9大会連続のアジアカップベスト8進出を決めた。日本代表の次の対戦相手は PK 戦でシリア代表に勝利したイラン代表。日本時間の2月3日土曜日20時30分キックオフ予定で、この試合はテレビ朝日系列で生中継が行われる。以下この試合の海外の反応をご紹介する。試合前のバーレーン人の反応。2大会連続のベスト16を果たしたバーレーン代表、対戦相手は日本代表だ。また東アジアか。前回のラウンド16は延長戦で惜しくも韓国に敗れ、今回も初戦で韓国に敗れた。だが私たちは E 組の首位チームだ。ヨルダンも韓国も勝ち残り、あとは私たちが日本代表に勝つだけだ。首位通過は私たちですら予想できなかった。日本はこの1週間でどこまでバーレーンの情報を集めることができたのか。堂安に警戒だ。バーレーンで開催されたアンダー19で MVP だったこの男はドーピング疑惑のハザーリと対面する。私たちの左サイドバックの潔白は証明された。彼はただ目薬をさしていただけだ。この試合に勝つことができたら俺は自分のヒゲを剃ってもいいよ。それくらいの覚悟がある。私たちにはアディショナルタイムにゴールを決めたリアドの奇跡がある。日本に勝ったら再び歴史が変わる。代表の前監督だったポルトガル人は今ドーハで監督をしている。ガルフカップを優勝した名将がきっと手助けをしてくれる。もし延長まで進むことができたら結果はわからないと思う。バーレーンはスタミナには自信があるからね。バーレーンは先週ハンドボールで日本代表に負けた。地元開催で準決勝だったのに非常に悔しい。日本戦もたくさんの人がスタジアムに訪れる。隣国のサウジアラビアやイラクもサポートしてくれるはずだ。バーレーンは日本と同じ島国、友好国である日本のことを尊敬している。たとえ日本に負けるとしても、正面から逃げ出した男に慰めの言葉はない。選手は武士から逃げずに戦え。この試合はワールドカップ出場のための決勝戦と考えるんだ。2大会連続大陸間プレーオフで敗れた悔しさを思い出せ。2004年のアジアカップで日本と延長まで戦った試合から20年、歴史的快挙を期待している。海外の反応。センターバックの町田に代わり、バーレーン戦は板倉がスタメンに復帰した。プレミアの複数クラブに興味を持たれている板倉にはすでにリバプールが交渉を開始したと地元紙が報じている。三笘もついにベンチ入りするくらいには回復した。できれば15分くらいプレーするところを見てみたい。彼がバックアップとして控える日本代表は贅沢な戦力だ。サブには南野や伊藤も控えている。国際舞台においてバーレーンは大舞台での勝負弱さを露呈している。日本と互角に渡り合えるとは思えない。日本は伊藤や南野、遠藤など累積リーチの選手が存在している。遠藤をどこまで引っ張るかが勝負の鍵となる。イラン戦を見据えて日本はメンバーを落とすだろう。番狂わせが多い今大会、バーレーンは最後まで諦めてはいけない。信じられないことにバーレーンのゴールキーパーは体重が107キロだ。これは元レスターでオーストラリア代表のハリーを上回っている。日本の先制点。ドウアンがミドルシュートのこぼれ球を素早く拾ってゴールに押し込んだ。日本にとっては最高のタイミングのゴールだ。正直このまま0対0で前半を終えると思っていた。マイクマがシュートを打った時、バーレーンの最終ラインは5枚で人数は足りていた。堂安はボールウォッチャーになっていたディフェンダーをうまく出し抜き、貴重な先制点を日本にもたらした。しかしその前のマイクマのミドルシュート、あまりにも素晴らしすぎた。今大会屈指の名ゴールだと思ったのにポストで残念だった。彼は本当にサイドバックなのか。あのポストに直撃した時の音は忘れられない。俺が人生で聞いた中で最も大きな音だった。見てみろ、まだゴールが揺れている。この日本人はスタジアムの注目を独り占めにした。ハーフタイム。日本はプレミアリーグで長く活躍したセンターバック吉田の不在を感じさせない。前回のアジアカップの決勝トーナメントでは日本は4試合のうち3試合を無失点に抑えた。日本の守備は固く、富安と板倉のコンビは非常に素晴らしい落ち着きを見せている。あまり前のめりにならない日本はいいバランスだ。これならバーレーンにカウンターを受ける心配はない。正直これまでの日本の連勝記録を知る者にとっては今日の前半は決していいとは言えないだろう。バーレーンのプレスは控えめで、日本もそれに合わせてテンポを緩めている。これから連戦が続く日本にとっては賢い選択だ。彼らの目標はあくまでも優勝なのだから。後半のバーレーンは嫌でも攻めざるを得ない。その場合日本は伊藤や三笘を使えばいいだけの話だ。俺たちの旗手が前半で負傷交代してしまった。彼は怪我から復帰したばかりでもっと慎重に使うべきだったのに。旗手はオーストラリア代表のロギッチのようだ。彼もセルティックから離れるたびに負傷していた。そもそも日本に行くべきではなかった。たとえ彼がいいパフォーマンスだったとしても監督は選手を守る義務がある。
旗手の早期の復帰を祈るよ。彼はまだまだセルティックに必要な選手なんだ。日本の2点目 VAR で日本代表の2点目が認められた。久保の卓越したゴールだ。明らかなオフサイドに見えたが違った。久保のゴールが日本のベスト8を確定させた。見事なプレーだ。ボールを奪うだけでなく、バーレーンの選手と素敵なワンツーパスで3人を置き去りにした。久保は守備も攻撃も全部一人でやってしまう。ゴールを祝福するチームメイトもいい雰囲気だ。バーレーンの反撃。日本が連携ミスでまさかの失点。バーレーン代表はもしかしたら同点に追いつくことができるかもしれない。オフサイドで取り消されたものの、直前に日本はマイクマやモリタラのコンビネーションで素晴らしいゴールを決めていた。3対0でもおかしくはないのに、現実は2対1だ。日本代表は今大会どこか危うさを抱えている。成長痛は必ずやってきます。他の選手が出場したからといって日本が必ず優勝するという保証はありません。日本の3点目。上田が3人に囲まれそうになりながらもドリブル突破を見せ、見事なゴールを決めた。アジアを代表するストライカーはダエとタレミ、その次は上田綺世だ。さっさと5大リーグに移籍するべき。上田は素晴らしい才能を持っている。複雑な心境だ。バーレーン代表はこの男に感情を振り回されている。三笘のドリブル突破。三笘が相手選手4人を置き去りにするドリブルで素晴らしいチャンスメイクに成功した。三笘が最高の状態でピッチに帰ってきた。この攻撃は未完成な馬の絵だったが見事な存在感だ。この男は化け物だ。投入されてからほんの数十分でアジアカップのレベルを1段も2段も引き上げてしまった。今頃イラン代表は頭を抱えているだろう。三笘を止めるにはホンダかヤマハのバイクが必要だ。試合後の海外の反応。バーレーン相手に3対1で勝利した日本代表がアジアカップのベスト8へ駒を進めた。日本は自分たちの力を半分も出さずに勝利した印象だ。疲労面で相手チームに対して大きなアドバンテージを得た。失点をした後のバーレーンの希望を断ち切る3点目が印象的だった。日本は望めばいつでも点が取れるのかもしれない。旗手と板倉の怪我だけが心配だ。日本の層は厚いが、この2人の代わりを務めるのはなかなか難しい話だ。この試合で日本は格の違いを見せたと言えるだろう。過密日程でなければ日本は強すぎる。日本代表は国内リーグに所属するマイクマがセンセーショナルな活躍を見せている。マイクマはボールの扱い方がうまく、縦にプレーすることも得意で大満足だ。彼はサッカーのことをよく分かっている。元ドイツ代表のフィリップ・ラームを連想させる。今日もプレミアリーグに所属する冨安や遠藤、三笘が活躍した試合だった。もし日本が負けていたら、今日仲間だった冨安と遠藤が週末の試合で敵チームとして戦うことになっていた。日本にとっては三笘の復帰が最高のニュースだろう。いくつかミスもあったが、彼はアジアで別次元の存在だった。三笘はバーレーンの選手を練習場に置かれたコーンのように置き去りにした。見ていて実に楽しい選手だ。試合後のバーレーン人の反応。日本代表は強かった。私たちの夢も野望もお財布も空っぽになってしまった。帰りは飛行機がいいな。今は5時間バスに乗って帰る気分じゃない。今日はサッカーを知らないファンが多く来すぎた。日本にリードされて応援の声が小さくなってしまった。現実が私たちの感情からかけ離れていたのは明らかだ。励まし合って発展を続けなければならない。私たちにはハンドボールのゴールキーパーのようにもっと頼れる存在が必要だった。なぜ幸せは長く続かないのか。最後まで戦うには守備も攻撃も日本の慈悲の心が不足していた。日本は世界の17位でアジアのチャンピオンだ。素直に彼らの勝利を祝福したい。逃げずに正面から彼らに立ち向かったこと、それだけが今日の収穫だ。秘宝。このチャンネルはいつ吹き飛んでもおかしくない弱小チャンネルです。動画が投稿できているのは皆さんの一つ一つのいいねやコメントのおかげです。もしよかったら今後も一緒に世界を驚かす日本サッカーを応援してください。